酒樽を破壊する種類取締局の職員種類取締局とは、1919年のボる、ステッド法を執行するために設立された、かつてのアメリカ合衆国の警察組織である。種類の製造、販売、流通を禁ずるアメリカ合衆国憲法修正第18条の履行を認じられた。1920年に設立された当初、これは、歳入庁の一部門だった。 1927年4月1日、財務省下の独立組織となり、名称がプロヒビションユニットからビューローオブプロヒビションへ変更された。種類取締局の調査官はプロヒビションエージェンズ、あるいは砕けてプロアスと呼ばれた。最も有名な職員はエディオットネスである。その他、ここに勤務した経歴を持つ著名人には、 かつてのテキサス・レンジャーであるフランク・ハマー、熱血感・チェロキー・トム・セリパー・シンズ、シカゴ市民、パッド・ローチがいる。種類取り締り局の歴史上、一番の検挙成績を挙げたのは、ニューヨークの事務所で働いたイジー・アインシュタインと萌え、スミスのコンビである。1930年7月1日、種類取り締り局は財務省から司法省へ移管された。 1933年の初め、フランクリン・ルーズベルトが主導した抱き合わせの犯罪対策法案の一環として、種類取締局は短期間ながら連邦捜査局へ吸収された。この時はアルコール飲料部隊となった。名目上は FBI の一部であったものの、ジョン・エドガーフ・フーバーは、種類の統制とそれに付き物の汚職を防ぎたいと考えていたため、 実際上はその部隊を独立した自律的なものとして扱った。1933年12月にボル、ステッド法が廃止されると、部隊は FBI 及び司法省から財務省へ戻され、取税部隊として、歳入庁内という元の鞘に収まり、最終的にアルコールタバコ、火器及び爆発物取締局へ改組された。